おはみー、みきでーす。はい、今日はですね、あるグッズを紹介したいと思います。防犯ラジオを紹介していきたいと思います。はい、最近日本では地震とか津波とか、あと豪雨とか、あと雪とか、自然災害がとってもね、最近多いなっていう私は印象があるんやけれども、携帯とかが県外のところとかでつながらなくなったら、情報とかも収集できないし、ね、ニュースとか、ね、どこでも聞きたいなと思うと思うし、自然災害に起きた時のためと、あとはキャンプとか屋外で楽しむ方のね、お供として、こちらですね、開封していきます。はい、開けるとですね、じゃじゃん、出てきました。じゃじゃん、開封していきます。開封、はい、箱が出てきました。いきます。ラジオです。なんかオレンジで可愛いよ。そして付属部品が、充電のなんか先っぽに刺すやつと、あれやね、あの充電のコードの、例えばあの Android とか iPhone やったら、 Android 用のやつとかやったら先っぽにつけられる iPhone 用の充電器のやつもついてます。それと、あ、こちらが充電コード、うん、で本体ですね。で、なんかこのね、防災ラジオがただラジオを聞くだけじゃなくって、いろんな機能があって、その説明をしていきたいと思います。まず、あのソーラーパネルがあります。ソーラーパネルで充電ができるらしい。すごい、待って、開けたらね、見て、じゃーん、光ります。なんか読書の時とかね、暗い中で電気をつけるのにちょうどいいかも。で、ソーラーパネルで充電しとる時はこういったランプがつきます。赤のマークで、手をかぶせるとこんな感じね、赤いランプで充電してます。それと、あとは懐中電灯がついてます。いくよ、じゃーん結構明るい。しかも光の量が、あの光量が調節できます。それと、あとは、はい、手動で、もう電池とか関係なく手動でこういう充電もできます。くるくる回してね。まあ、早速こういうね、ラジオをねつけていくと、ボリューム すごい、あんまりラジオなんかこうやって手動で合わせたことない。一応ね、あのこの動画を撮る前にラジオの合わせ方は見たよ。 80.0手に収めてください。今出して手につけてる時に何かあったら俺のせいになるんですよ。確かに。なんかこんな感じなんやけど、で、今某海に来とるんよね。某海に来とって、
車のこちらね、ジムウィーのね、はい、皆さんおなじみのジムウィーちゃんはラジオが通るのがね、さっき 80.0 でラジオが流れたんやけど、まあ海やけんね、電波通りにくいよね。 80.0 に合わせたらこの通り。すごい充電されよう。まあでもソーラーパネルがあのこのぐらいの大きさやけん、あんまりめちゃくちゃ充電できるかって言われたらちょっとわからんけど、なるべくお日様が当たるところで置いとったら自然に充電してくれますね。 80.0 にしたらここら辺やったらね、ラジオが入りました。アンテナって立てた方がいいとようわからん気持ち的に立てた方がいいんかな、よく電波が集まるかな、こうしたら。そう、かまど神社、かまど神社ね、鬼滅神社、鳥海派。うわー、なんかさ、自分でさラジオ合わせられたらさ、ちょっと感動するいいね。すごい、結構多機能よ。そうで、ね、もう一個ね機能がありまして、あのオープニングで話したのとまた別の機能があって、最初にあの紹介したこの充電コードなんやけど、充電コードを挿すとね、まあ、私は iPhone なんで、このねここを開いて、そしてで、こちらのオープニングでお伝えした先っぽのやつ先っぽのやつをつけて、で充電っていうこともできる。ビビッと、じゃあ今日はこの子をお供にドライブしていきます。進行、ゴーゴー、イエイ。はーい、じゃあ黄昏用にさっきコンビニでソイラテ買ってきました。はい、それでは今日のね主役のこの子と一緒に今日は車の中で黄昏れたいと思います。どこに置こうかな、この辺。早速ソーラーパネルで充電されよったよ。ここほら、こんなね少しの光でも充電される。ここに置こうかな。映る？ここ。あ、いいねいいね。ね、今日は黄昏のお供のもう一つにカメラマンさんからいただいたロードスターの本を今日は読んでいきます。よいしょ、読んでいきますよ。ありがとうございます。じゃーん、マツダ&ユーノスロードスター、イエーイ。わ、なんかドキドキする、開いたら。
いろんなロードスターの写真があります。まずね、よいしょ、でね、はい、滝のラジオなんでたくさん堪能しましょう。昨日をこちらのね、ちょっと後ろ側にするね、これをじゃん、光るんですよ。さっき紹介したけど光るんで、ちょっとね今薄暗くなったんよ。薄暗くなったけん、これで目に優しく、こういう使い方もできますよ。こうやって目に優しくね、こうやって黄昏れまーす。少々私の黄昏れタイムをご覧ください。ロードスターね、デビューが、まあ、1989年で、1989年から2007年までに全世界でね約150ものね賞をいただいてるらしい。ロードスター、さすが人気者ですね。いや、てか普通にめっちゃいい。めっちゃくつろげる、いいね。これずっと持って回りたい。めっちゃいい、これめっちゃいい。ちょっとみんなにも体験してほしい。めっちゃいい、これ音楽とかラジオとか聞いてゆっくりできるって思う。いい、ロードスターにずっと積んどこうかな、これ。ビビッと、はい、今回はスパリー様の滝の防災ラジオの紹介でした。イエーイ。はい、動画でお話しした通り、ラジオを聞くだけじゃなくって、ライトがついたり、ね、充電ができたり、あとは、ソーラーパネルでね、充電ができたり、まあ一番は災害が起きた時とかに防災ラジオがめちゃくちゃ役立つんやけど、もうね、手回しでね、充電もできます。なんかね、SOS ボタンみたいなのもあるんよ、本当はね。あと、AM、FM も切り替えられます。これ押したらどうなるんやろ、これ。ん？小柄で綺麗なんだ。いやー、ちょっとね、そんな色気が。ちょっとうるさかった。思ったより、なんか SOS のなんか、機能もついてます。なんか、なんか緊急の時とかね、自分が災害にあったりとかして、まあ、自分が声が出せない状況とか、誰かに助けを求めてほしいとか、防犯ブザーみたいなね、役割もついてます。この機能ですね。めっちゃ機能が多いし、そしてカーライフがより楽しくなるグッズの一つの紹介でした。はい、皆様もぜひ使ってみてください。はい、この動画がいいなと思ったらグッドボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。何か感想がありましたらコメントもよろしくお願いします。こちらの防災ラジオ、多機能防災ラジオっていう商品名なんやけれども、こちら Amazon でご購入いただけます。で、詳しくは動画の概要欄に URL を貼っておきますので、皆様そちらの方からご購入される方はよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。おつびきでした。またねー。バイバーイ。you